イサラソンデーにしていただければなと思います。そのマイキーのイラスト、イサラソンさんのお嬢さんのヨハナさんがあのポップアップカードをしてみたらどうだっていうことで作ってくださったもので、特別なものなんです。なお、マイキーの誕生日が4月の20日でございます。15歳の誕生日ですので、ちょっと締めかなと思います。リエってですね、ストレス発散、集中力と、あと岩井物をこう動かすっていうこの作業が自律神経を整えたり、そしてグラデーションもできますので、これとこれを混ぜるとこんな色になるんだっていう発見にもなりますし、